乃木坂46の遠藤さくらが10月3日に発売するファースト写真集、カレンより、先行カット第11弾として、寝起きのパジャマカットが解禁された。遠藤さくら、寝起きのパジャマカット解禁。今回解禁となったのは、パジャマ姿でのんびりとベッドの上で寝ている、素の姿全開なカット。このパジャマで撮影したカットは、紀伊國屋書店限定版表紙にも選ばれている。ほぼすっぴんで撮影した、あどけない寝顔も見せている。バル、遠藤は、普段から寝るときはパジャマ派なので、この写真はまさに休日の私そのまま。夏はこんな感じでお布団を抱えて、冬は顔まで全部お布団の中に入って過ごしてます、とコメントを寄せた。バル、遠藤さくら、ファースト写真集、カレン、本書では、あどけない笑顔から、ドキッとする大人な表情まで、沖縄本島と地元、名古屋での撮影で捉えた、今まで見たことのない遠藤をぎゅっと詰め込んだ。開放感のある沖縄の空の下、海辺やプールではしゃぐ姿、学生時代や子供の頃の思い出の地、名古屋で見せたその笑顔など、ページをめくるたびに、こんなさくちゃん、見たことない、と言いたくなる、永久保存版の一冊に仕上がっている。